鹿児島親局テレビ FM 放送所は、日本の鹿児島県鹿児島市内に2カ所ある、鹿児島県のテレビ FM 放送の親局の総称。放送局により故障は様々で、単に、鹿児島とされる場合や、城山、支原とされることもある。なお、本校では、支原にある南日本放送の FM 保管中継局、及び、城山に、かつて存在した。 ジャパンモバイルキャスティングの鹿児島中継局についても合わせて記述する。地上デジタル放送におけるこの送信書の電波法に定める放送区域は、鹿児島県鹿児島市、鹿屋市、伊ブス市、垂水市、日置市,市、霧島市、南九州市、姶良市、金光町及び南大隅町の各一部、約31万世帯である。鹿児島沿岸をエリアとし、デジタルは、 鹿児島県の約半分の世帯をカバーしている。山がちな地形であることから、姶良地区向けに NHKFM を除いて中継局が設置されており、テレビ放送は鹿児島市内にも多数のミニサテライト局が設置されている。MBC 白山送信所、FM アンテナ設置前の KKB 鹿児島送信所。 地上デジタル放送を開始するにあたり、1999年8月25日に、地上デジタル放送に関する共同検討委員会が設立され、親局の設置場所について検討が行われた。候補地は、上山、鹿児島本港区北沸島、シハラ、シハラ、ゴンゲンケキ群れケウの7カ所で、検討の結果、中継局数が最も少なく、 設備投資が小額で済むことなどから、シハラの既存鉄道を活用するという結論となった。鹿児島発のデジタル電波は、2006年4月4日の放送終了後に発射された。最初は MBC で2時5分に出力10ワットで送信を開始し、2時15分には定格出力の 1kW で送り出した。続いて、KTS、KKB。 小用手の順で一曲ずつ電波を送り出し、その後、4波の同時喪出実験も行われた。この時点では、一般のテレビでは視聴できない方式で送り出されていた。10月2日の8時からは、フィラー番組を放送する試験放送が開始され、この時点で一般のテレビで視聴できるようになった。試験放送は、出力630ワットで6曲同時に開始し、 11月5日からは、本放送と同様のサイマル放送に移行された。本放送は12月1日に開始された。アナログテレビについては、VHF の NHK 鹿児島放送局と、南日本放送は、上山に、UHF の鹿児島テレビ放送と鹿児島放送、鹿児島読売テレビは支払に置いていたが、デジタルテレビは、全局が UHF であるため、 千原方面に一本化された。UHF で初めての開局となった KTS も当初は城山に送信所を設置する予定であったが、用地取得が不可能となったため、千原の現在地に設置することとなった。鹿児島市周辺において送信場所を他県の多くで採用されているマウンテントップ方式を採用するとしたときに、 該当する山は桜島おたけであるが、道山は活火山であるため南岳から半径2キロは立ち入り禁止である上に、国立公園でもあるため送信所の設置は不可能であった。そのため他の標高の低い場所から送信せざるを得ず、結果親局の電波が飛ぶ範囲が限られ、1放送局あたり100局を超えるような多数の中継局が必要となった。また他の標高が高い場所は、 国立公園などのため設置困難であったり、景観上の観点から設置できない。しかし、デジタル放送では、電波の性質上、受信障害に強いことや優先によるケーブルでの共同受信の変更もあってか、多くても1曲あたり100曲程度に抑えられている。上山の送信処分。左が NHK、右が MBCNHKFM の送信書が置かれている。かつては、 市場アナログ放送の VHF 局と、県域民放 FM 及びマルチメディア放送の Not v の送信書が置かれていた。白山は、鹿児島市中心部にある標高123.4メートルの小高い球場の山で、南側に NHK の送信書がある。かつては北側に MBC の送信書があった。n h k f m の TVNHKFM。 鶴丸放送所 NHK 鹿児島放送局鶴丸テレビ FM 放送所が置かれ、かつてはアナログテレビ放送と FM 放送の両方を送信していたが、2011年7月24日のアナログテレビ放送終了後は FM 放送のみ送信している。また、2013年3月25日からは、 マルチメディア放送の n o t v も送信していたが2016年6月30日にサービス終了している。鉄塔、局舎は旧アナログテレビ施設と共用で、アンテナは FM のみ共用である。アンテナ配置は上段が NHK アナログ総合、FM 共用アンテナ、下段が NHK アナログ教育である。鉄塔は、 アナログ教育が開局した1962年に建て替えられている。なお、正式な送信署名は NHK 鹿児島鶴丸テレビ FM 放送所。MBC アナログ FM 鹿児島かつて MBC 南日本放送の上山テレビ送信所が置かれ、同局のアナログテレビ放送が送信され、県域 FM の FM 鹿児島もそこに曲がりする形で送信を行っていた。 このほか、1995年以降は、デジタル通貨九州の基地局も設置されていた。送信アンテナは、テレビ FM 共用のスーパーターンスタイルアンテナ8弾で、局舎、鉄塔も、すべて2社共用であった。MBC アナログテレビは2011年7月24日のアナログ放送終了に伴って送信が終了し、FM 鹿児島も先にアナログテレビで開局した。 KKB 鹿児島放送の送信局舎に2011年8月1日に移転したため、当地での送信設備の運用が完全に終了した。白山送信所の解体は2011年9月より行われ、同年10月19日までに完了した。KKB 鹿児島放送、鹿児島送信所2011年から2014年に、 かけて、FM ラジオ用の送信アンテナが増設されている、地上アナログ放送の UHF 局とデジタル、放送全局及びコミュニティ FM の送信所が置かれている。支原は、城山から、鹿児島市中心部を挟んで南側にある一帯で、山ではなく住宅が密集する、丘陵地である。KTS デジタル小予定デジタル、鹿児島市 TFM、KTS は、 社屋内にある鉄塔から次局のデジタル派を送信している。雇用手デジタルやコミュニティ放送局の鹿児島シティ FM の電波も同様に送信されている。かつては KTS 雇用手のアナログ派も送信していた。KKB デジタル NHK デジタル MBC、デジタル MBC ラジオ FM 鹿児島 KKB は支払団地内に鉄塔、送信局者を構えている。 次局のデジタル派に加え、NHKMBC の TV デジタル派、2011年8月1日に上山から移転した FM 鹿児島及び MBC ラジオの FM 保管放送派も送信されている。かつては次局のアナログ派のみを送信していた。下記以外の中継局については、こちらを参照されたし、ありがとうございます。